よし、今度こそ取るの成功するぞ。今回ちょっと始め方変えてみたんですけれど、この Nintendo Switch Online の今月の追加タイトルは、ジョイメカファイトが入ってるっていうんで、僕の中で結構特別なんですよね。なんで特別かっていうと、ジョイメカファイトってやる機会が一回もなかったんですよね。なのに知っているっていう。で、今他のほら、今見えているリンクの冒険とかは、なんか懐かしい懐かしい言いながら、結構バーチャルコンソールとかでやったことあるんですよ。多分動物の森とかそういう中でも出てくるし、ゲームボーイアドバンスでも出たし、なんだかんだでファミコンクラシックミニやろ？そういうので、懐かしくない。一番懐かしかったのが、リアルタイムに僕世代やってた世代なんですけど、そっからなんか大人になって64とかやってた頃に、ニューファミコンちょっと中古で買って、中古屋さんで懐かしいソフトやってみようぜ、アイスクライマーこんなに面白かったんや、みたいな、あれが一番興奮したんであって、その後懐かしいやろ、懐かしいやろって任天堂側から出されるのは、バーチャルコンソールとかではもう、自分の中のスパンとしてはもう飽きてないわ。もう懐かしくないスパンなんです。まだ覚えてるスパン。一番はだからさっき言ったっけ？ちっちゃい時にやって、中古屋で買ったっていう期間が一番空いてるから、その懐かしさには勝てないんですけど、ジョイメカファイトは俺やったことねえから、めっちゃ楽しみなんですよね。で、やったことないのに知ってるっていうのもすごいことなんですよ。なんでかっつうと、このファミコンがもう終わってスーファミが出た3年後に出たんですよ、ジョイメカファイトって。で、当時のことをすげえ覚えてるのが、林くんか誰かが、ファミコンでこんな格闘ゲーム出るのって、再現するためにあの胴体が、ほら、なんか顔とか V、手と顔と足と胴体か今見ると、それしかないので、処理能力を追いつかせてみたいな話を林くんが一生、林くんやったかな？話しててすげえなっていうのはあった。けど、当時の俺はスト2にハマってたから、スト2が出てるのになんで今更ファミコンでこっちなの？しかも繋げるとめんどくさいし、今だからほら、Wii とかテレビに繋げるのちょっとめんどくさいやん。そういうぐらいの感じで、あの時だってもっとめんどくさいよ。なんか線1個だけビヨンって出てくるやつをネジに締めなあかんテレビじゃないと、RF スイッチね。だから、そういう感じでやってなかったんですよね。改めて僕の記憶が正しいか、ウィキペディアで見ると、1983年にファミコンが出て、1990年にスーファミが出てるんです。1992年に、スト2の1っておかしいけど、スーファミに移植されてるんですよね。ゲーセンはもっと前でしょう。で、その次の年ですよ、ジョイマカファイト出たの。なんでこれスト2よりも、滑らかじゃない、なんつうの、スト2よりも劣った格闘ゲームが、スーファミより前のハードで出るのっていう感じで、面白かったけどやってないみたいなのがあったけど、今の俺ならめっちゃやりたいやん。だからやりたいなと思って。で、なんでファミコンで出したのかもよくわからんけど、なんかその辺とかが、ずっと僕の中であって、で、最近スマブラですよ。スマブラにスト2のキャラも出てるじゃないですか。で、ジョイメカファイトも出てるんですよ。アシストフィギュアとして。で、しかも今取れないんですよ、ジョイメカファイト。強くて。もうリスペクトされまくってるんですよ、開発者の中でも。ちょっと話余談なんですけど、スト2のキャラがスマブラで出たこともすごすぎたじゃないですか。で、スマブラってさっきも話してたね。ちょうどね、今ね、ごめんね。ちょうどここ戻しますと、ちょうど今竜やったんです、これ。勝ち上がりなんと、これ俺順番に全部やってるんです、ここ見て。けど、ここの竜をやった時に、この俺より強いファイターに会いに行くっていうのを今ちょうど取った時っていうのが、運命かのように今日ジョイメカファイトやりたいんですけど、配信で。ちょっとずつやってるからね。ちょっと話それていい？これめっちゃいいよね。ラボのこの今年もよろしくお願いしますって。これ欲しかった。これね、先に出ててくれれば俺年賀状でパクった。けど、まあ、それはいい。だから、スマブラでも評価されてて、桜井さんはやっぱりいろんなゲームにリスペクトしてて、そのゲームの元ネタとかをすごい入れて、ああ、ファンが喜ぶみたいなのあるけど、もう一線隠してるのは竜で、竜が出てきた時にもうスマブラに合わん動きってめっちゃあったやん。なんや、B の、あ、違う違う、ジャンプがその元ネタぐらい飛べるカービィとか、B の上 B の後に技出せるとか、なんかちょっとずつ違ったりとか、このキャラはこういう原作だから、ここは特殊なのよみたいなのがあるんですけど、竜だけめちゃくちゃそれがあるじゃないですか。もう違うゲームっていうか、で、今回、最初出た時が前作かな？その時はそうやったんや。コマンド入力があったんや。でも今回は、剣が出ただけじゃなくて、もっとすごいのがさっきも話したんやけど、他のキャラのステージとか、他のキャラのエピソードとかが、すごい再現されてて、音楽も全部他のキャラが出てきて、もう竜がいるだけじゃないことになってる再現度合い、元ネタ、そして原作へのオマージュみたいなのが、
すごいなっていうところにジョイメカファイトもいるんですよ。これ話ちょっと長かったけど、ジョイメカファイトもいるんですよ、そこに。で、ジョイメカファイトがいるんですよ。だからジョイメカファイトはすごいゲームなんですよね。話無理やり繋げたけど、93年に発売されたファミコン用のロボット格闘対戦アクションゲームですって書いてあるけど、ロボットなんやっていうのがあるし、あとこれ一人ストーリーモードを楽しめるって書いてあるから、今日やってめちゃくちゃ面白かったら、俺これだけ絶対やりきろうと思うんです。他のゲームは触れるだけの動画でした、こういうふうなものは。リンクの冒険ではゼルダの次に出たやつなんですよね。ゼルダの冒険、リンク、あ、ゼルダの伝説、リンクの冒険なんですけど、そういうことももうあんまり懐かしくない中のジョイメカファイトやっていきたいと思います。なっげー前置き。いいやろ、この前置きの長さ。これが俺のクソ動画です。いらっしゃい。ちょっと待って。この間話してなかった。全然やってなかった。あれ？ネット繋がってっかな？わあ、ごめん。この間話してようか。今の話をこの間にせえや、俺は。停止中。ん？大丈夫かな？来た。なんやろう。ちょっとウィキペディアで調べたところ、実は1993年に、94年ぐらいまでファミコンのソフトはいっぱい出てたみたいですね。けど、ジョイメカファイトほどピカッとしたものはない。なんか、ファミスタ94とかもあったみたいなんですけど、あとね、僕もう一個記憶にすごいあるのが、ファミコンが終わったくらいから13年後に出たゲームみたいなのが、なんかスプラッシュみたいなのが、なんか忘れたけど、そういうのがあったなっていう記憶も蘇りました。それはちょっとやってみたい。それはやったことないから。今回ちょっとね、だからいつもと違うでしょ、始まり方が。あれ？どうやってこう操作するの、これ？あれ？これ何？操作できんやん。なんでなんで？コントローラーこれだとできんの？あ、わからん。ちょっと上位コンにしてみようかな。おおおお、キューコンにしたら出た。キューブコントローラーでやってます。あ、ジョイメカファイト。これが全然知らないですよね。メタファイト。ちょっと X を押してみあれ？ちょっとボタンがちゃうな。OK。これ写真一個ずつ撮ってきます、僕。ああ、ボタンちゃう。写真撮るのだけプロコンでやってるっていうわけのわからんことになって、プロコンってなんていう横が押せんねや、これ。これ互換性が良くないぞ。キューブコントローラーと繋いでる時のバグが発見されました。これなんで写真撮るかっていうとブログ用なんです。魔界村来てるやん。そこもなんかスト2のオマージュみたいなとこあるんかな、これ。ちょうど今、スト2やってたところ見せたっけ、さっき。見せたんやったっけ、俺。大魔王まであと少しバージョンって、これはちょっと俺、やばい。かも。だって、クリアできなかったゲームやから、そこまで行ったことないと思うやん、多分。魔界村は。これはちょっとやばいな。しかも魔界村なんてあったっけ、ここの中に。あったか。あったな。あったやつ出てる。嬉しい。これはどういうバージョンだったっけ？今ちょっと写真に集中して、エンディングまでにもう少しやって。すげえ。ちょっと今回さ、何回かに分けて撮ろうかなっていうぐらい面白そうやな。ってことで、ちょっと一回ね、ここ戻らせてもらって、スマブラ終わったった。まあいいや。オッケー。スマブラのちょうど竜やってた時に、ジョイメカファイトになったよってことを言いたかっただけです。じゃあ、ジョイメカファイトからやって言ってみましょうか。知らんねって、俺これちょっと興奮してるよ、今。実はね、ちょっと待って。実はね、ごめん、話すの重要なこと忘れてたんやけど、バーチャルコンソールとかでもジョイメーカーファイトは出てたみたいなんですわ。僕が触れてなかっただけでした。僕どっかで多分ブログかなんかで、ジョイメーカーファイトだけはバーチャルコンソールに出てないからすげえことだ、今日の配信はって言ったかもしれんけど、出てた。だからファミコンで出るのが遅れただけじゃなくて、遅れたら遅れてんやけど、バーチャルコンソールでも僕が気づいてなかったってことが、重要じゃないわ。原因でした。ちょっと始めてみます。一人クエスト、一人対コンピューター。おわ、すげえ。コムコム、そんなんや、コンピューターとコンピューター見てたいなんていうのも新しいな。あるところにロボットを作らせた世界一の白ひげ、リトルイーモン。こんなストーリーがあったよね。ちなみにウィキペディアを見たら、これのディレクターさんはマリオギャラクシー2を作った人でしたね。ちょっと今日はそういう感慨深い日になってるんですかね、その人の中で。
今日ジョイメカファイトが配信される日なんやっていう、なんかあるんかな。スカポンに言いました。ワルロボを倒すんやって。わ、すげえ、ちゃんと名前ついてるやん。ジャイアント、へえ。ワルロボ1スタート。マニュアルって何？ドトロボで行くのじゃってないって。スカポンしかいんのな。マニュアル、こんなんいらへん。どういうこと、どういうこと。 AB を同時に押す、これや。俺スマブラで取れてないアシストフィギュアの強いやつ、これこれめっちゃ強いもん。これ操作モードにしよう。セレクトボタンを押すと戻ります。セレクトボタンないって、キューブコントローラーに。どうしよう。すげえ、あーすげえすげえすげえ。え、同時に押したか今。完全に同時に押さなきゃできん。これこの技がめっめちゃくちゃ強くて、スマブラで今取れないアシストフィギュアです。ジャンプって、あ、ジャンプ上なんや。ストツーやな。うわ、すげえ面白そうやぜ。ストツー思い出すわ。なんでストツーでスマブラに出てる竜になれない日にストツーっぽいジョイメカファイトをやってるの。アシストフィギュアにいる、すげえな時代が。どうやって戻るのこれ。あ、セレクトボタンない。セレクトボタンない。あれ通行なってるやん。これ、これ通行なんやん、プロコントローラー。だから写真は撮れたんやん。ちょっとちょっと、セレクトボタンないんやけど、誰も。ワンコンがクラコンになっちゃってるから、ちょっと一回これコントローラー変えよっかな。あー、どうしようどうしようどうしよう。終われない。あれこれ本当に終われんやん。あかんわ、これ。一回ちょっとコントローラーやめるわ。ごめんごめんごめん。ごめんね。何の動画やこれ。こういう途中でコントローラー変えられてもいいね。よしよしよし。1個なりました。1個なればいい。1個ならなあかんねんって。ああ、なるほどなるほど。え？何もの？あ、下キックあるんやこれ。しゃがみキック。しゃがみ。しゃがみ A もあるの？飛んでけーやって。へぇ。オッケー、戻ろう。ちょっとこれで覚えたんで。これ長えな、パート。あっちが終わっちゃった。いくよ、これ倒したら、一回このゲーム終わります。あ、倒せんかもしれんけど、自分のお笑いロボじゃ。自分のお笑いロボじゃ。自分のお笑いロボじゃってどういうことじゃ。これ作った人だからもうすごい、もう定年とかなってるかな。いや、そんなことないか。え、防御ってどうするのこれ。あ、してるしてる。うわ、投げてる。うわ、超無事やるの。これとスマブラをもう絶対押してるし、俺スマブラ体になってる。スマブラ体になってる。あれで前行くやん。これあったな、ヨガチョップ。ヨガチョップでダルシムチョップ。これ、手刀チョップか。ダルシムチョップじゃない、手刀チョップ。あーかん、無事。やるの無事よ、これ結構。実は。三段技とかねえし。簡単に投げれるし。この音がいいな。この技いいな、ね、よ。この技、この技。うわ、うまっ。二段技食らったんじゃない今、二段技。
当たった。こんな笑いキャラやったのをちょっと知らんかったわ。よーかった。なんでもう一回やるのこれ。いつまでやるのこれ。3回すんのもしかして。わ、強くなったよ。なんかあー、ストツーやりたくなってきたな。なんかやっぱストツーの体に合ってるな俺、スマブラより。でもスマブラ強くなりたい。いや、ストツーも強くないもんね。だって3回勝たなあかんねやこれ。任天堂やな。え、今の音楽なんか聞いたことない。どういうこと？使えるようになるのこの人。良心回路。へぇ。すげぇ。出んかな？ジョイメカファイト2。スイッチで。ちょっと、本当に面白いかも。ってことで、次行きます。いつもと興奮度合いが違うし、俺の。うん、声に出ちゃうんだよね、興奮。あれ？タイトルに戻ります。で、これなんやこれ。全然触れてないけど、メタファイ、これはね、さっきまでやったことないから楽しみなんだって言ってたけど、これもやったことないわ。車？意外にも。やったことないのになんでこっちには興奮してないんやって。え？ 2？ うわ、これなんか、配信の動画で見たときに、あ、面白そうと思ったんやった、そういえばこれ。今回ちょっと当たり年じゃない？配信ソフトの。これちょっと重っ。だって動きがこんなにスムーズやん、こっち右左。これすごいな。これも面白いぞ。これも実は、これ名前が悪いんじゃない？これゲームの。なんとかなんとかって。全然覚えられんもんだって今でも。え？あかんの？下乗ったかんの？下あかんのかい？なんで？下あかんのなんで？下そんなに辛いの？下の子、下って。あとね、今ちょっと下乗ってる時に思ったけど、この2段階すごいな、これ。この間で止めれんのかな、これ。間で止めれんわ。だってその時に、ジョイスティックじゃないです。スティックなんてなかったもんね、当時ね。だから間で止めれないです。そういうもう、アニメーションなだけで、そこを経て上になるだけでさ、こうやって。そこの間に止めることはできそうでできなかったです、さっきやったら。なんの？あー、これ落ちたら終わり。このゲーム落ちたら終わり。鼻息になるわ、それはね。あれ？鼻息がすごい、ありがとうございましたって言ってくれた人、ありがとうございました。じゃあ、リンクの棒。これはもうめっちゃ、なんかいろんなとこでちょっとだけやったことあるよな。あの顔がさ、誰かの家でやったな、これ。あ、どうやってやるんこれ。大人なイメージがあったな、このゲーム。ちょっと早く次行きたいんやけど、なんでこれ上行けんのこれ。え、早く始めよう。どうやって始めるん。マジで始められんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って。わからんかっ、操作マジでわからんねんけど、名前登録したんや。キルモードって何？怖いな。わかった。スタートボタン押さなあかんでか。スタートボタンっていう認識がない。これディスクシステムやよね。だからウェイトってあったやんな。あんなウェイトっていう単語をさ、英語が必須じゃない時代の子供がわかるんかってことやって。うわ、これは面白いわ。てんてれ
これどんな音楽やったっけ、ゼルダは。ゼルダはどんな音楽やったっけ。あー気持ちいい、これめっちゃ気持ちいい。てんてててててててんてててててててんてて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 てやな。そっからちょっと変えたのが今回のこれ。てんてててててんてんてんっていうやつやね。それで合ってる、俺が言ってること。はい、これは OK です。で、ちょっとね、忍者龍剣伝のエンディングそこって、いいのやって。ちょっと、いいの、そんな、こんなとこまで来たことないぞ、俺は。うわ、強そう。龍なんかい、名前。前も言ったかもしれん。いつも覚えてないもんね、名前はこの人の。キャメ、キメ。なんかあったな、これ。なんかあったな、これ。なんか最初のタイトル画面で知ったんだね。音楽がかっこいいよな、これ。あ、それにしても今日当たりやね。もうリンクはもちろん名作で、あの、なんか変、なんていう名前かわからん。戦車のやつも面白かったし、ジョイメカハイトはやっぱり面白いし、で、忍者龍剣伝と魔界村っていう絶対クリアができなかった、忍者龍剣伝はできたかもしれんけど、クリアできなかったゲームのスペシャルが出てるって、今回ちょっと本気な、ちょっと飽き始められないようにしたかな。今回のやつは。しかももうネタバレしてもいいなってなったんや。何年も経つと。何年も経つとそうなる。うわ、初めて見る。強いか強いか強いか強い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 。なんかハエがいる、ハエがいっぱいいる。強い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 。ボス何してんやん、これ壁乗ってんの。強い、やっと1メモリ、やっと1メモリ。どこやねんここ。音楽はかっこいいけど、今、終わった後どこやねん出てきたの。これ違う成分になるやな、これと。すごくない？なんか。じゃあこれちょっとやってみよう。これも俺初めてかもしれん。うわ、そんなあっち側にいたことない。ない。ファミコンのやつではない。こ、強ーい。よくさ、たけしの挑戦状とかをクソゲーとか、その、難しいゲームとか言われるけど、めちゃくちゃあるね。そんなこと言ったら難しいゲーム。忍者龍剣でもこれもや。特に魔界村はひどいわ、ほんとに。スペランカーとか、スペランカーの方がまだ簡単やわ。あれ一応クリアできるもんな。スペランカーは勇者が弱いだけで。強っ。誰これ。さっきマリオにいたあいつより全然強いが。もう絶対強い。何してんの？あ、もう早い！思ったより動きが早い、この人も。何してんのそれ。プログラムミスってない？うわ、なんか投げてきてる。早いよ。もう手汗めちゃくちゃかいてたよね、ここ小学校で。しかも母ちゃんに、もうやめなさいって言われるんやろね、こういう場面で。せっかくここまで来たのに母ちゃんにやめなさいって言われるのが、ひどいよ、それはすごいよ。危機んじゃねえし。すげえ強えし。いけん。これいつかやろう。ってことで、今日も当たり年やん、何回も言うけど。面白かった。ぜひ、任天堂スイッチオンラインに皆さんも加入してください。そして、フレンドコード登録、チャンネル登録、よろしくお願いします。